石川正持、国文学名家肖像集より、石川正持から1830年5月16日は、江戸時代後期の教科史、国学者、下作者。本名はぬかや七兵衛、後に、石川五郎兵衛と改める。字は、古称、号は六十円、五郎三人、激流主人、果術祭など。共名は、宿屋飯盛り。国学方面では、 石川正持を名乗った。浮世絵師、石川豊重の逸尾として、江戸に生まれる。少年時代に和学を、津村宗安、漢学を、古谷赤洋に学ぶ。教科ははじめ岸文江に学び、大田南畝の下で学び、文和ライラーと、白楽連を結成する。俳優風、徳若五万はじめ衆、古今馬歌衆に日衆し、津田重三郎と組んで観光した。 東極教科文庫館、北尾正信がや古今教科袋館、北尾正信が、絵本抽選、北川歌丸画などの教会本の刊行によって教科史の地位を不動のものにする。天明末年には、四角部の真顔、千夜金拉地、図工と共に教科四天皇と称されるが、1791年課業に関する冤罪によって教科界から退く。 1812年に教科会へ復帰する間に古典文学研究や和文章の連馬に打ち込み、大田南保主催、和文の会に参加したり、教科グループ、五川を結成したりした。復帰後は、真顔と教科会を二分した。1830年死去、去年78、教科活動のほかに、特本、教文、和文、国学など多方面に著作を残した。 国学教科先週は文集特本本国。ありがとうございます。